イメラジオ第1381回、今日は平成30年8月1日、時刻は午前0時10分午前0時10分8月1日になったばかりの真夜中です。横浜港北、真夜中を少し過ぎ、街は眠っていますね。横浜港北、夜の街見ながらの放送。昨日7月31日の夜、お昼は新宿でお仕事の打ち合わせ、そして夜は中原で中学生になんと私が国語を教えてきました。国語、しかも今回は詩がテーマ。中二生、そして中一生、ちゃんと分かってくれたでしょうか。詩と散文の違い、そして詩におけるさまざまな技法。ずっと英語の先生だったけれど、この夏に限りなぜか私は国語や社会も教えている。うん、中学生ですね、主に。高校生に国語や社会を教えることはありませんから。これからの世界を担う彼らに、その日本語、そして歴史や社会の知識、どんな風に伝えるべきか、こんな夢ラジオを放送しながらも、私は実際に教えるというのと、こういった場所でお話しするのとはまた違うんですね。さて、塾の話は置いといて、1381回目、今回は武市半平太取り上げます。土佐、高知の人ですね。武市瑞山とも呼ばれますよ。幕末、高知に土佐勤王党、そんな政治運動があった。これは今の高校日本史でも習うでしょう。土佐勤王党、その土佐勤王党を設立したのが武市半平太。土佐勤王党、一番最初に私も加わります、そう署名したのは坂本龍馬。JR 高知駅を降りて、駅前広場に降り立つと、ドーンと3人の像。左から武市半平太、真ん中坂本龍馬、右中岡慎太郎。今高知駅前に降り立つと、嫌でもこの3人の像、そして左にいる武市半平太が今回の主人公。まあ、駅前に像があるっていうのはそれなりによくあることでも、こんなでっかい銅像を作るか、しかも3人とも。私も高知駅であの3人の像を見た時には、幕末ファンとはいえ
驚きましたね、ここまでするかと。坂本龍馬は知っていても武市半平太は知らない。今日本人はそんな風になっているけれど、武市の部下が坂本、武市が開いた土佐勤王党の筆頭加盟者、それが坂本。しかも龍馬はこの土佐勤王党を早々と見切っていますね。しかも武市の方でも、龍馬はこんな土佐勤王党に収まりきる人物ではない、そんな言葉で龍馬の龍馬は遠くに行くのを認めていますね。武市半平太、もともとは土佐の豊かな農民、富農っていうんでしょうか、豊かな農民、豪農っていうんでしょうか、それが士族に取り立てられ、最終的には土佐で城主になりましたから、これはすごいこと。土佐では山内家の連なる者、城主、長宗我部家に連なる者、家臣、江戸の初めからずっとこの区別、家臣から城主へはいけない。なのにもともと農民で城主にまでなった武市半平太、それだけ注目された。江戸や京都にも出て、幕末にね、江戸では桂小五郎、久坂玄瑞、高杉晋作と意見交換、尊王攘夷を吹き込まれました。武市半平太、久坂玄瑞からは草莽くっきり、土佐に帰って土佐勤王党、それは尊王攘夷の思想。龍馬は早々と加盟はしたけれど、すぐに離れていきましたね。けれどこの土佐勤王党が土佐では非常に大きな勢力を持ち、土佐の主に家臣、城主でなく主に家臣、そして武士でない身分を中心に広まっていった。その土佐勤王党の中心に武市半平太、主君山内容堂に対する忠誠心は絶対、そして山内容堂を薩摩の島津久光、長州の毛利高親、彼らと同じ尊王攘夷の勤王藩士として、三条実美を通じ山内容堂を京の政治で押し出そう。とはいえ容堂そのものは、そんなことされるのは大きな迷惑で、最終的にはこの山内容堂に嫌われて、藩士のね、藩士の山内容堂に嫌われて武市半平太
牢屋につながれます。ただし武市が牢屋につながれた直接の理由は吉田東洋暗殺、幕末の土佐を動かしていた事実上の人物は吉田東洋、この吉田東洋が武市ら土佐勤王党を理解せず、そして暗殺された吉田東洋を亡き者にしたのは武市半平太だ。武市半平太、彼は京都にいる時にも天誅と称していろんな尊王攘夷に反対する者を亡き者にしていますから、まあやったことが返ってきたわけですね。そして武市のもとでいろんな人斬りをやっていた岡田伊蔵、この岡田伊蔵も、まあ、結局土佐で牢屋につながれて、今から8年ほど前の大河ドラマ龍馬伝、あの龍馬伝にこの辺の経緯が詳しいですね。吉田東洋を殺したのはお前だろうみたいな、あの龍馬伝で武市半平太やってたあの俳優さん誰でしたっけ、あのハゲタカでも出てたあのね、あ、大森さんって人ですね。下の名前は分かりません。大森さんっていう、あの俳優さんが頑張って武市半平太、ハゲタカでもなんかトレーダーの役やってましたね、あの頃。龍馬を誰でしたっけ、あの2枚目、服忘れちゃった、あの2枚目の服なんとかさん、そして半平太を、武市を、あの大森さんですよね。武市半平太結局その攘夷を土佐で頑張ろうとしたけれど、山内容堂に切り捨てられて、そして切腹。だからあの龍馬伝でもあの半平太が切腹する場面出てきますね。解釈しようと思ったら待ちやとかって言って自分の苦しみをさらに長引かせるような、そんな切腹の仕方してました。あの白装束は妻の手によるものだった。というより武市が牢獄につながれている間、妻は畳や布団では寝なかったようですね。まあいかにも日本的な話です。結局明治維新というのは尊王攘夷ではなく倒幕開国でしたから、明治維新という観点から見ても武市半平太はそれほど魅力的な人物でなく、しかもその影響力は土佐に限定されましたから、なおさら知られることなく、また主君の山内容堂からも見捨てられ、最終的には切腹。これじゃあちょっとと。とはいえあの8年前の龍馬伝からこの武市随山、随山は画豪ですね、への興味が高まってきているのも事実。その証拠に高知駅の降りたら一番左に武市半平太ドーンと立っていますね。結局倒幕開国を唱えた者たちも最初は尊王攘夷だったのであり、
ですから竹地半平太ももう少し長く生きていれば尊王攘夷から開国に舵切ることできたんじゃないか。もしそうなったら、そうです、長州の桂小五郎、薩摩の西郷吉之助、そして土佐の竹地半平太。歴史をこんな風に私たちが習うこともあったかもしれません。土佐勤王党の扱いもよほど大きかったでしょう。けれどまあ、竹地主君に嫌われてはこの時代、幕末どうしようもありませんでしたね。1871回目の夢ラジオ、今回は幕末の人、土佐勤王党の設立者、竹地半平太取り上げました。窓の外、開け放した空間からは涼しい風。今日は窓を開けたまま休むことにしましょう。リスナーの皆さん、おやすみなさい。